チャネリング、チャネリング、とは、工事の霊的存在、大小、神知学で言うマハトマ、神、宇宙人、死者などの超越的、常識を超えた存在、通常の精神、事故に由来しない源泉との更新法、更新による情報の伝達を意味し、アメリカで1980年代に流星した、ニューエイジ運動の中で使われるようになった、名称である。年に、 1929年1984年と夫のロバート・バッツ1919年から2008年がセスは語ルを出版したことから始まったと言われる。チャネリングを行う人をチャネル、チャンネル、水路、通信路の意、あるいはチャネラーと呼ぶ。チャネリングは民族学者や人類学者ならばシャーマニズムという用語で分類する分野。 おおむね相当し、チャネル、チャネラーは、従来の表現で言えば、霊媒、A、ミディアムにあたる。トランス状態となって更新する存在からのメッセージを受け取る点では、霊媒と同じであり、会議派から宇宙いたことや揄されることもある。語彙としては元来、タイに水路を開く、タイに向けるといった意味の A 同士の同盟詞形、他に、運河の改作といった意味もある。で、 1980年代からこの意味において引用されるようになった表現とされる。特にニューエイジの思想を支持する人々が頻繁に用いて、それが広まり、一般化した用語、概念である。チャネリングは民族学者や人類学者ならば、シャーマニズムという用語で分類する分野に、おおむね相当し、チャネル、チャネラーは従来の表現で言えば、霊媒、A。 ミディアムに相当する。宗教学者の島、その進むは、新知学協会系の運動とのつながりは明白で、あると指摘し、心理学的な癒しに関わる体系的な地、あるいはニューエイジ的な自己観をめぐる体系的な地を持つシャーマズムと定義している。チャネラーの役割は資料を呼び出す、心霊主義の霊媒に近く、これはアメリカでも知られる概念だったが、 アメリカ本流の文化では、下げ済みの対象だったため、UFO 運動で使われていた、チャネラーという言葉が採用されたようである。マスコミが、ニューエイジを取り上げる際に、常識外れで異常な、お笑い草の軽々しい進行というイメージを作る、格のネタとして取り上げられると同時に、ニューエイジ運動の形成と拡大に、重要な役割を果たした。教皇庁は、 チャネリングが最も共通の要素として見られることから、ニューエイジは厳密にはスピリチュアリティではなく、心霊主義の現代版であると述べている。心霊主義のような死後存続の証明よりも、今ここで霊的な成長を助けてくれる、高い知恵を得ることが、興味の対象となっている。とはいえ、ニューエイジで上位のマスターとみなされるイエス・キリスト、イエス大使など、 先人とのチャネリングは死後存続を前提としている。チャネリングを行う人は、チャネル、チャネラーと呼ばれる。更新対象は、しばしば、エンキティと呼ばれ、存在とも訳される。情報源という意味で、ソースとも呼ばれる。宇宙存在、宇宙人とされるものもあるが、肉体を持っているとは限らないとされる。チャネリングの方法は、憑依による、口述、自動筆記などがあり、 トランス状態で行われる場合や、チャネルが意識のある状態でメッセージを聞き取るような、トランス状態ではないと思われる場合もあり、方法、内実ともに多様である。ジェームズ・ランディは、肉体を持たない存在とされるセスと交信したという、詩人、小説家の1929年1984年と、夫で、詩人、画家のロバート・バッツが1972年に、 セスは語るを出版したことから始まったと述べている。セスとの更新は、最初は、ビジャボードを使った、自動初期、登場、次に軽いトランスに入り、最終的には完全なトランス状態で行われ、それを、夫のバッツが、工述筆記したものとされる。イギリスの、宇宙人とコンタクトしたと主張する人で、3500歳の異星人マスター、エーテリウスと交信したとして、 カルマの法則と再生への信仰を協議とするの、宗教、イセリアス教会を設立したジョージ・キング、1919年から1997年は、ヨーガによる瞑想状態の中で、宇宙人と交信するという神経式のコンタクト法を生み出し、これはやがて、チャネリングと呼ばれるようになり、アメリカで一種のブームになった。ハニアヤは、チャネリングは、基本的には、 19世紀末の霊媒と同じ技術が用いられていると述べている。また、1960年代末にかけて、カリフォルニアのエスリン研究所、エサレン研究所で発展した人生回復運動は、ニューエイジの源流の一つに数えられるが、東洋の思想、宗教と精神科医、カール・グスタフ・ユングから強い影響を受けて、トランスパーソナル心理学が探求された。瞑想。 超心理学的経験、LSD などの幻覚剤などにより、自己の内なる神の探求が目指され、これらの技術、薬物で神、または宇宙と融合する神秘的体験、思考体験に達することができると考えられた。チャネリングの定義は人によって様々であるが、前、ラトガーズ大学教授でチャネリングを肯定的に研究するジョン・クリモは、チャネリングのうちに直感や洞察、 霊感、そして想像力などの伝統的な概念を取り込み、チャネリングは我々が知っている物理的なものとは異なった現実の次元に存在すると言われる源泉。従って、チャネルの通常の精神、事故に由来しない源泉から物理的に具現化した人間に、あるいはその人間を通してやってくる情報の伝達であると定義している。 精神世界研究家の飯泉隆一は、チャネリングをひとまず簡潔に定義すると、通常の互換とは異なる方法で、人間を超えた超越的な何らかの存在者、これをエンティキと呼ぶとコンタクト取り、何らかの情報を受け取ることであると述べている。チャネリングにおける更新対象は、必ずしも全知全能ではないが、大抵の人間より知恵や洞察力において勝っていると信じられている。 こうした存在との交流は学びと導きのために求められる。ニューエイジにおいて人間以上の存在から啓示をもたらすとして重視された。現在でもスピリチュアルやオカルトの分野でこの用語が使われ学習して習得できる技術であるともされハウツー本も販売されている。ただし西洋エソテリシズム研究の大家はニューエイジについても検討してるが 彼の研究対象になるようなチャンネル、実践者には意図的にチャンネルになることを学んだ人はいないようでる。19世紀前半の第二次大覚醒の影響を受けたニューヨークのキリスト教神宗派では神、精霊や天使と直接コミュニケーションが可能であると考えられていた。また18.19世紀にヨーロッパ知識人に広く受け入れられた神知学のエソテリックな世界観では 人間は、魂いないし霊的機関である、想像力によって、または霊媒、天使、神霊、悪魔ないし儀礼を用いて、上部世界ないし下部世界と接触することができると考えられていた。カトリック教会の報告書では、ニューエイジ的思想の基本的な枠組みを乱すことができと指摘している。19世紀から20世紀にかけて、英米を中心に、 西洋諸国に普及した心霊主義、スピリチュアリズムでは、未知の上位者との恒例は、英米では、当初、ウィリアム・ステントン・モーゼス、1839年から1892年の指導レインペレーターを除くと、ほとんど見られない発想であった。近代新地学やフランスのアラン・カルデック、1804年から1869年による、 心霊主義の一派のスピリティズムのよう進化論を導入した。心霊主義では、輪廻転生を通して、自らの霊魂をより工事に進化させることが目指された。心霊主義から派生したヘレナ・ピー・ブラバツキー、1831年1891年に始まる、近代神学では、フリーメイソンやイギリス原十字団から、古代から伝えられた霊地を選ばれた人間に伝える。 未知の上位者という発想が借用され、ヒマラヤ、またはチベットに住むとされた、マハト、マハートマー偉大な魂と呼ばれる大使たちとの文通が可能とされ、時には空中からのマハトマ書館出現という超自然現象が演出された、心霊主義を批判したブラバツキーは、モーゼスを例外的に高く評価していた。近代神智学ではキリストもマハトマの一人であるとされ、 人格神も否定したため、キリスト教に衝撃を与え宣教師の権悪の対象となった。マハトマとの交信は霊媒たちによって、ブラバツキーラとは別に進められたが、これは、後のチャネリングと共通する発想である。イギリスでは後に、未知の上位者の霊、工事の霊との恒例が行われるようになり、シルバーバーチという霊と交信したという、モーリス・バーバネル。 1902年から1981年、ホワイトイーグルという例と更新したという、グレース・クックなどが知られている。心霊主義者とチャネルの世界観はよく似ており、心霊主義における工事の例と更新をチャネリングに分類する人いるが、実際の心霊主義者やニューエージャー間には、アセンション、地球という生命体、意識体の次元上昇、個人の魂の進化を指し、進化しない魂は、 古い世界に残るとする千年王国思想の一種を認めるかどうかなどの思想や立場の違い、派閥のようなものがあり、反発し合っているという。19世紀アメリカで始まったキリスト教における異端的慎重流の一つで、聖書の内容を新しい視点で解釈しようとするニューソートでは、人間の意識は宇宙と関係しているとし、その根拠を聖書に求める考え方があった。 ニューソートの元祖と申され、科学者であり、宗教家、神秘思想家のエマヌエル・スウェーデン・ボリ、1688年から1772年は、生きたまま霊界や天国、他の惑星を訪れたといい、その詳細な記録を残し大きな影響を与え、天国や死後の世界が別の惑星にあると考えられることも、あった。また、アメリカの心理学者、ウィリアム・ジェームズ、 1842年から1919 19年は宗教は競技ではなく経験であり人間は自分の神的な態度を変えることで運命を作り出すことができるとしスイスの精神科医カール・グスタフ・ユング1875年から1961年は意識の超越的な性格を強調し時代や文化をことにする人々が共有する象徴や記憶の貯蔵庫のようなものとして 集合的な無意識という概念を考案した。ハーネフラーフは、この二人は共に心理学の神聖化に貢献し、心理学の神聖化は、ニューエイジ思想と実践の重要な要素となったと指摘している。集合的無意識において、内的世界、内的宇宙は、外的世界と称号するのである。アメリカでは、近代神知学の影響を受けたジョージ・アダムスキー。 1891年から1965年などのコンタクティによる UFO 研究も流行した。人類学者、考古学者で、マルタ騎士団の最高幹部でもあり、冒険家としても知られたジョージ・ハント・ウィリアムソン、1926年、1986年は、アメリカ先住民の精霊信仰に強い興味を持ってたが、ドナルド・キーホー。 1897年から1988年の空飛ぶ円盤は実在したを読んで UFO に興味を持ち、宇宙からの訪問者は先住民の神話の異世界からの訪問者と同じであると考えた。1952年に心霊主義の自動復帰の実演中に霊媒が宇宙からメッセージを受け取り、ウィリアムスンはビジャボードを使った自動書記で 宇宙人との交信を行うようになった。1955年には、霊媒が、自動書記で、多数の地球外生命体、または、工事の存在、天界の住人から、自動書記によって与えられたメッセージ、イエス・キリストの教えの新しい解釈や啓示を含むを、まとめという、が、匿名で出版され、ブームとなった。この本は、現在も UFO 軽心宗教の信者に厚く支持 されている。エーテリウス教会やライリアンムーブメントなど、宇宙人、宇宙存在を信奉するが生まれ、過去に UFO で地球に来た宇宙人こそ神にあたる絶対者であり、キリストやブッダ、クリシュナなどの過去の宗教家は宇宙人であるとされることもあり、宇宙人は天使のような存在であると考えるコンタクティーもいた。人類や文明の起源は、 宇宙人であるとする古代宇宙飛行施設も唱えられた。またニューエイジでは、キリストや仏陀のように真理を語った人々は、真理を語っているのだから霊媒であったに違いない、主張されることもあった。根本的なニューエイジ信条の多くは、まずチャネルされたメッセージとして定式化されており、チャネリングは、ニューエイジ宗教の生成において、決定的な重要性を持っていた。ハーネ・フラーフは、 ほとんどのニューエージャーは、霊的権威の信頼できる唯一の源泉は、自分自身の内的事故であるとみなすものの、ニューエージ運動は、かなりの程度において、刑事に基づ宗教、アハンバーングスリリジェンと、性格づけることが可能であるとしている。宗教学者の島、その進むは、エンティティに対するチャンネルの関係は、受動的なものではなく、あくまで主体は、自分にあり、 エンティティは手助けをするに止まると述べている。チャネルで伝えられるメッセージは、一その人の過去や、未来に宇宙観や、人間観、歴史観などの真理に関する強説、刑事さんチャネリングの実践自体が示す世界の構造、物理的現実だけでなく二つものリアリティがある。人の心は繋がっており、全体で一つに分けられる。二の強説、刑事の要点は、 キリスト教の立場のエリオット・ミラーの要約によると、次の六つである。これ以外によく見られるものに恐怖に関する教えがあり、恐れは人を不幸にするため、一切の恐怖をやめれば、自己の望みが実現するとされる。また、地球と人類の未来についての予言もあり、危機を告げるものもあるが、大体は楽観的で、危機は移行期の浄化の現れとされる。このように、 チャンネルされた思想はかなり一致があるため、信憑性があると考える人も多く、現代アメリカではある程度まとまりのある現象となっている。共通のパターンは、転居となる文献や指導者養成システムで作られているわけではなく、メディアを通して相互に真似し合い、修正し、学ぶことで形作られ、その時々の人気のソースやチャネルラーによって新しい路線が現れ、変容し続けている。 チャネラーの数は80年代に急増し、1986年にロサンゼルスタイムズは10年前にはわずか2人だったプロのチャネラーの数は数千人を超えているだろうと書いている。帝京大学の新道秀樹はニューエイジ宗教の中心となる掲示の大部分はチャネルになることを学んだのではない生来のチャネルによって作られており、こうした掲示の場合、チャネリングの過程は 大抵霊媒の不意を襲うような形で自然発生的に開始すると指摘している。そしてこのようなチャネルリングは多く意図的なチャネルリングに発展移行するがコントロールできないままのこともある。ハーネ・フラーフはチャネリングはある種の人はある条件下で通常の事故とは異なった源泉から情報を得るチャネル媒介になることができるという確信に基づいていると述べている。 チャネリングの対象は、何らかの知性と、近代新知学に由来する、アカシックレコード、宇宙の記憶に対別される。原戦は、工事が存在領域に生きる無形の知性である存在者と、同一視されることが多いが、しかし文献に見られる。チャネルされた原戦の形態、存在、エンキティは、工事の霊的存在、神、死者、霊界人、宇宙人、宇宙存在、 未来人、聖書ご天使など、何らかの知性を持つほとんどあらゆるものを含んでいる。ニューエージでは、唯一の宇宙的存在、宇宙存在、宇宙意識、宇宙心が想定され、そのあらゆる部分は、他のあらゆる部分につながっており、心は唯一であるため、ある人は、工事の存在と交信するチャンネル、霊媒になることができると考えられた。アカシックレコードは、 宇宙誕生以来のすべての存在のあらゆる情報が蓄えられているという霊的な記録層とされるが、その実在とアクセス可能であることを信じる人が、その行為をチャネリングと呼ぶこともある。また、輪廻転生の信奉者で、前世、過去世を見ることができると信じている人や、自分自身の中に工事の事故があると信じる人が、それを知ることができると考える何らかの方法を、 チャネリグと呼ぶこともある。工事の事故とは、もともとは、トランスパーソナル心理学の中心概念の一つである。ニューエイジでは、工事の事故が人間の真のアイデンティティで、心的意識として、神と人間をつなぐ架け橋であり、霊的発展とは、工事の事故と接触することであるとされた。人間の人格は、真の事故の影、または、夢のようなものであり、工事の事故は、 生まれる前の前世、過去世の記憶を持つという。ただし、19世紀の神霊主義、スピリチュアリズムに見られた最近亡くなった人の魂との交流は、ニューエイジのチャネルリングでは特徴的ではない。チャネルは霊媒と異なり、霊だけでなく宇宙存在と呼ぶ、異星人や意識体、生のエネルギーやバービー人形など様々な実態と更新する。チャネリングの手法は、 脅威による、口述、自動筆記などがあり、トランス状態で行われる場合や、チャンネルが意識のある状態でメッセージを聞き取るような、トランス状態ではないと思われる場合もある。方法、内実ともに多様であり、ハーネ・フラーフは、ニューエージャーが、チャネルリングとみなす、様々な現象の共通項は、ただ人が受け取った、情報、メッセージを、通常意識とは異なる源泉からやってきたものと、 解釈するという点にあるように思われると述べている。多くの場合トランス状態が必要とされるようであり、その状態の間はエンティティが媒介者の体に乗り移り、発生期間やニューエイジではそれほど見られないが自動筆記を使って更新す。しかし、チャネリングと呼ばれる現象の中にはトランス状態を全く含まないように思われるのもある。 チャネルが完全に意識を持って口述されるメッセージを聞き取り、記録する場合がそうである。イーズミは、チャネリングで情報を受け取る、際のチャネルの意識状態には、通常の意識と、ほとんど変わらない状態から深いトランス状態まで、いくつかのレベルがあるようであると述べている。精神世界研究家のイーズミは、チャネリングを次の3つに分類している。ハーネ・フラーフは、 チャネリングは4種類に分けられるとする。トランスチャネリングと自動運動はかなり共通しており、これらの現象はシャーマンの世界で知られている脅威とも明らかな類似性を持つ。ハーネフラーフはトランスや脅威の兆候なしに内なる声を聞いたり、ビジョンを見たりするのはシャーマニズムや脅威というより、神秘主義と結びつくように思われると述べている。霊媒がただ静かにくつろいで座り、 大抵は目を閉じ、普通の声で聴衆に話しかけるチャネルリングのケースがあるが、表意の明らかな兆候は見られない。深い瞑想的なくつろぎから来る、ある程度の乖離は見られるが、トランス状態にあるかは定義によって意見が異なる。直感力を開発し、理性的制御を最小にするための技術を実践することから生じる。チャネリングには、 意図的なものと自然発生的なものとがあり、自然発生的なチャネルリングでは、チャネルの意思に関わらず、啓示が到来する。意図的なチャネルリングの場合は、チャネルは現象をコントロールし、自分の意思でそうした現象を作り出すことができる。それに、特別の技術を使用することもあれば、そうでないこともある。ニューエイジでは、チャネルリングは誰にでも潜在的に備わっている。 生まれつきの能力だとみなされ、ハーネ・フラーフは、そうした素質には、音楽の才能のように実際には、個人差があると指摘している、意図的にチャネルリングを行うためのハウツー本が、指導者の連絡先付きで出版されている。帝京大学の新藤秀樹は、ハウツー本では、意図的なチャネリングが最初から可能であると主張されるが、ハーネ・フラーフが検討を加えたチャネルには、完全に意図的に、 チャネルとなることを学んだは、一人もいないようであると述べている。またイーズミは、チャネルのマイケルへ出るが更新しているという、霊的存在エゼキアによる、エンティティの介入の状態が、どのようなものであるかという観点からの分類、つまり実践者による分類を紹介している。有名なチャネルとして、現在チャネルリングの原点にして、頂点とも言われる、 1929年1984年がいる。彼女はセスという存在とチャネルリングしたとして、転生の思想を軸に体系的な刑事上学的世界観を示した。セスとは、もう物理的リアリティにフォーカスしていない、エネルギー人格のエッセンスであるという。人間は物質に依存しておらず、多次元的な存在であり、個人として経験する世界を変えるには、 自分自身の信念を変えなければならないとした。またその転生感は直線的なものではなく永遠かつ無限の今の中で全ての人生が同時に起こっているとし、現在の活動が過去や未来の自分、ありうべき自分に影響を与えるとした。転生は一般的なキリスト教では支持されていない。ロバーツはセスの他にセスに 19世紀フランスの画家ポール・セザンヌ、19世紀アメリカの心理学者、哲学者のウィリアム・ジェームをチャネルしたという。1960年代初めには、神の声を聞いたというキャディ家の人々とチャネルたちが、スコットランド北部の空軍基地跡に、共同体フィンドホーンサークル、ゲンを設立した。この共同体は、彼らがデーバと呼ぶ、精霊内視天使。 自然界の力や存在たちとのコミュニケーションが特色とされる。細かい農作業の時期なども、内なる声による指示があり、痩せた土地で豊かな収穫を得ていたという。現在も、持続的な共同体として何百人ものメンバーがおり、学校や印刷所などがある。フィンドホーンの共同体は、アメリカのエスリン研究所と並び、ニューエイジの最初の原動力であり、 現在も影響力を持ち続けている。奇跡講座、ACM、A コースインミラクルズ、奇跡の学習コース、あコースインミラクルズは、アメリカニューヨーク州コロンビア大学医学部で、精神医学科職員として働いていた心理者が、イエス・キリストからのインスピレーションを文章化したもので、あるとされる。学習者を、あらゆる否定的な障害に立ち向かわせ、 心を愛に目覚めさせることで規律あるスピリチュアリティへ導く読習過程のテキストであり、最も知られたスピリチュアリティ文書の一つである。シャックマン本人は内的な口述筆記のようなものであると述べており、自動筆記ではなく自分の行動に完全に自覚的な状態であったという。シャックマンの父親は精神世界の書店を経営しており、シャックマン自身は心霊治療家、 エドガー・ケイシーの息子と親交があった。その思想はニューソートと親和性が高く、アメリカで高い人気を誇る。1980年代後半には、1946年、ゼブラは自分でつけたあだ名、ケビン・ライアーソン、ジャック・パーセルの3人が最もよく知られていた。この3人は女優シャーリー・マクレーンが、次女、アウト、オン・アリムなどで、 自分にとって素晴らしい教師であると書いたことで一躍、脚光を浴びた。マクレーンの支持者も批判者も、以前なら、変人扱いされることを恐れて近づけないような、物事を信じたり、参加したりできる土壌を整えることに、マクレーンが大きく貢献したと認めている。ジュディス・ゼブラナイトは信仰心の熱い少女だったが、キリスト教に失望し、古代アトランティス大陸。 アトランティアの戦士であったラムサとチャネリングしたとして、魂の霊的進化と転生説を支持し、人間は皆自分自身が神であるというメッセージを伝えた。ラムサはトランスチャネリングには珍しく、セッション中に大股で歩き回ったり、参加者を抱きしめたりするという肉体的活動を示す。ラムサを体験するには、ナイトのセッションに参加するか、チャネリングのビデオや録音、 書籍を購入するかである。最も有名で、経済的に成功したチャンネルの一人である。人気に比例して批判も大きく、示される思想の変遷から、かつての支持者の一部は、現在のラムサの教えからは、以前にあった、統合性はすでに割れていると感じている。特殊効果デザイナーのダリルアンカ、1951年代は、オリオン座近くの惑星、エササニに住む、 餌さに正否とシャあると更新したという。チャネリングを教えることも行われており、チャネルが教室を開き、チャネルとエンキティが生徒を指導し、多くの人々がチャネリングを習得しているという。日本でもチャネリングによるメッセージをまとめたとされる書籍が発売されており、神との自動筆記による対話をまとめたという、ニール・ドナルド・オールシュの神との対話も、 しばしばチャネリングによる書籍と紹介されている。ウォルシュは奇跡講座についても言及しており、日本の読者は一部が重複している。作家である吉本バナナは、チャネルのウィリアムレーネン、ゲリー・ボーネルとの対談本を出し、自らの前世についても語っている。ジョン・クリモは、ナイトを例にとり、チャネルのパフォーマンスの質が徐々に低下するという報告を紹介し、チャネルが 意識的にか、無意識的にか、おそらく一度は本物であったけれど、泉の枯れてまった、あるいはそのプロセスを模倣し始めるというようなことは、ないだろうか。チャネリングで初期に示された思想に反し、極めて人間的なエゴが見え隠れする割合が増えたり、参加者の人身操作や無力化は見られたりするのは、誰、あるいは何のなせる技なのであろうか。本物のチャネリングはどれくらいの期間維持できるので、あろうか。 と述べている。チャネリングに対する、人々の見解は様々で、申請であると指示する意見もあれば、更新の審議はさておきチャネルされたという思想の内容に興味を持つ人、すべてが演技であり、チャネルとは邪道に走った役者に過ぎないと批判する人も、ある。広く指示され、経済的に成功したチャネルもいる。心理学者はしばしば、チャネリングは人格分離であり、 更新対象は表面意識では気づいていないチャネルの一部であると説明しており、この考え方は広く支持されている。ニューエイジ的スピリチュアリティを一種のスピリチュアルな、ナルシシズムない主義児神秘主義とする批判もあり、ニューエイジの重要な擁護者ですら、チャネリングとスピリチュアリティ、冷静の混同を指摘している。チャネルのように宗教的指導者あるいは英知の持ち主として、 自分を売り込むような人間は、個人としての責任を放棄し権威に依存するような人間を引きつけ、時にこういったリーダーは、自己権力の強化や追従者たちのコントロールの虜になるという批判もある。会議論者のジェームズ・ランディはチャネリングを批判し、1988年にオーストラリアで2000歳の精霊カルロスと交信するチャネルのホセ・アルバレスを演出し、派手なパフォーマンスで、 大量の信者を獲得した。人気絶頂時に真実を告白。アメリカに電話一本かければ確認できるそこの浅い嘘だったことを強調し、メディアと人々の騙されやすさに警鐘を鳴らし。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。